より十世富士雄園故宮宗家山田流宗教と賛成山室家元の山室陽子三曲演奏会を開演いたします。本日は何かとご対応のところ貴重なご時間を割いてお運びいただき誠にありがたく心よりご礼を申し上げます。ひとときの間呼吸こと三弦の音色に浸っていただければ幸せに存じます。申し遅れましたが私は東北大学大学院出身日本古典文学を研究と翻訳をしている鬼七古典主作と申します。富士雄園呼吸の紹介をちょっといたします。江戸時代1700年代享保の頃富士雄園業がそれまでの3本弦であった呼吸を4本弦に改良しました。糸は弦は絹糸で大きな音は出せませんが独特の音色でまた弓の長いのも特色です。また本曲組曲あるのも富士雄園流のみで日本に一つしかない流派です。